も皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は8月の16日でございます。はい、こちら南ちゃん号がやっと完成しました。北斗市道南爆走しておりますので、見かけてね、いただいた際にはお声掛けいただけますと、この中にシール積んでますんで、よろしければ南ちゃんのねシール差し上げますから、よかったら、ね、声掛けてみてください。はい、今日なんですけれども、長ネギ前回の動画におきまして腐敗病ですね。葉っぱの真ん中だけね、新芽が出て2枚目3枚目ってあるうちの2枚目だけ腐るっていうね、まか不思議なのがやっぱりね病気があるんですよね。これについてお伝えしたんですけども、あれから2週間ちょっと経ちまして、20日くらい経ったのかな、動画撮ってからね、やっぱりねうちの畑でもね出ました、なのでちょっとね今日はその腐敗病のその症状というか、それをちょっとお見せしていきつつ、まあこれねどういう風にしたらいいのかなっていうのもやっぱあるんですよね。見た目ね大丈夫なんだけども、やっぱりその箱に詰めてて、ね、出荷先で腐ってるってこともあるんですけども、それを未然に防ぐためにはどうしたらいいのかなということですよね。まあ本当にね今の時期だけなんで、8月の、終わりぐらいまでだと思うんですけれども、ちょっとね気をつけていかなきゃいけない病気ですね。結構やっぱりね収量落ちました、私も、捨てるもの多かったり、その2枚目だけ取って特用に回したりね、加工用っていうかね、それに回してとかしてるんですけれども、なかなかねやっぱりちょっと収量がねこの8月の、ビデオ撮ってからね出始めたんでちょっと落ちてますね。はい、なんでねちょっとね皆様方の方に今日はねまた腐敗病ですね、これについてどうやったらこう混在を防ぐことができるのかとかね、そのあたりをちょっとねお伝えしていこうかなというふうに思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やっててみましょう。パッと見はね本当に大丈夫、で、これ機械で切る方いらっしゃるじゃないですか、切り子であったりだとか、あとそのベストロボで葉っぱ切る方いると思うんですけども、これで切っててやっぱ断面見てもらうと分かりやすいです。断面が茶色くなってたりとかするともうダメですね。ちょっと今ね今私のところはもうこれいいやつだけしか選んでないので、その腐敗病にかかってるやつっていうのも全部弾いちゃってるんであれなんですけれども、例えば、これはちょっと黒斑剥がれなんですけどね、2枚目のこの葉っぱのこう葉っぱ切った綺麗な断面の時に中がもう茶色いっていうのがあります。ちょっとね動画はこれ別で私撮ったやつがありますので、そちらの方を載せておきますので、それをまず見てご確認ください。断面切ってて緑色であったりだ綺麗な断面してると大丈夫なんだけども、茶色くなったりとかするとやっぱりねもうね中開くともうね褐色腐敗というかもう腐ってるんでダメですね。はい、でどうやって見極める方はそれくらいしかないもんで、こうやって見てても全然大丈夫なんだけどね今ね、で2枚目の葉っぱが成長してきてかかってるっていうことは、やっぱりね1枚の葉っぱが伸びるに必要な日数っていうのがやっぱ10日かかるんですね。新芽が出て大きくなって次の新芽が出てっていうので、10日のサイクル、だいたい気温にもよりますけども、北海道とかそういう涼しい地域、東北ぐらいまでであれば、20度から30度くらいであればやっぱり10日に一遍くらいで新しい芽が出てきます。なので2枚目が腐ってきてるっていうことは、これが羅漢しているのがおそらく20日とか2週間くらい前なんじゃないかなっていう、予測が立つんですよ。なのでやっぱりね8月のあの時で10日前後かな、お盆前だったからぐらいからちょっと気になりだしたのが、腐敗病なので、やっぱり8月に入ってからすぐとか7月の段階30日くらいになる前ぐらいで一回バリダシン打っておくのがいいかなと思います。今のところバリダシンっていうのはそのシュードモナス系のこの菌、一応そのシュードモナスマージナリスっていうね菌なんだけども、この腐敗病っていうのがそのシュードモナスマージナリスに効くっていうか、シュードモナス属に効くっていうのがやっぱり一応バリダシンって言われてるから、今のところバリダシンしかないのよね。なので8月に入るか入んないかぐらいで一発打っておく、そうして止めておくっていうのがいいぐらいだと思います。で今の段階まで出てるから20日でしょう、もう間もなくね。そうするとやっぱり
まあ、収穫する量であったりだとか出荷する量でも決まってくると思いますし、 それはまあ個人によってというかその会社によって違うと思うんだけれども、やっぱりその収穫する前、前日までこれはもう今の薬はいけるので、それまでの間でかけててもらう方がいいのかと思います、収穫する前にね、で収穫しつつこうかけていって、8月いっぱいくらいまではその形でローテーションサンプルじゃなくてバリダシンを収穫するところだけにこうかけていく、他のところはまあ剥がれであったりだとか、これからまあベトであったり剥がれであったりとか出やすくなってくるから、そういったものの方が大事になってくるとは思うんだけど、そういったものでちょっと対策していくのがいいかなというふうには思っております。で気づいたのはやっぱりね、葉っぱがね熱いのよ、腐敗病になってると。いやだからね、なんでこうかかんのかなってずっと思ってんだけども、一応私がかかりやすいなと思って見てるのは、これもね地域っていうか会社とかやり方によって違うんだけども、私は葉っぱの上側を残砂として切ってきます。で補助で切って持ってくるんだわ。そうしないとこの調整場で葉っぱ切る量多くなって捨てるものが多くて大変だし、あともう持ってくるのが重くなるから女性陣が大変っていうのがあって、葉っぱをこうここで調整する分だけね残してあらかた切ってくるのさね、先っちょの方。そうするとかかりやすいってことに気づいた。なのでこれを何日か前からやっておいてしまうとちょっとやばいかもしれない。なので取るときに切る、取るときに切るっていう風にやっていかないとダメだね。ちょっとまとめて2列分、3列分、4列分って言って切ってしまうと、その後々やる4列目のやつとかがかかってる可能性がある。要は結局その腐敗病っていうのは嫌気性じゃなくて好気性になってくるんで、空気で感染するっていう風に言われているから、シュードモナスマージナリスは。なので切ってその切った傷口から入ってくる可能性もあるし、あと例えばこういった黒斑剥がれであったりだとか、こういった葉っぱが枯れてるところからこの細菌が入ってくるのかなっていう気もするんだよね。まあ9月に入ってしまえば気温帯が低くなればこのシュードモナスは多分大丈夫だと思うんだ。それでかかってるってことはないから、他のカビ系のやつであったりだとか、そっちの方がちょっと猛威を振るってくる形になるから問題ないと思うんだけども、今だけで考えるんであれば本当に1列収穫する列だけ刈るって、そうやって葉っぱ切ってる人はねやった方がいいかもしれない。なのでちょっとね葉っぱ切るのもこの8月だけやめた方がいいのかなと思って、ね、それ8月に頭切んないと重いから、まあつかまあ、通年通しては葉っぱの先っちょね切んないと重いからなかなかきついんだけどね、どうしよっかねこれねって感じだけど、そこのあなた高評価コメントもよろしくね。まあ今一応そのかかりやすいっていう風に私が思っているのはこの嫌気性じゃなくて好気性だから、かかりやすいなと思ってるのはやっぱりね好気性だから、空気から伝わってくるから、その切った断面で傷ついているとそこから入ってくるっていうのもある。土じゃない感じがするんだよな、まあ、土が弱くなってれば出るっていうのもあるんだけども、でも、まあ、大体的にこう全国的に出てるってことは土ではないんじゃないかな。軟腐病っていうのは土から来るでしょう、下から。だからかかりやすい人かかりにくい人とかも出てくるんだけども、結構一律この腐敗病っていうのはかかりやすくなってるから、好気性で、空気でその葉っぱにやっぱりついてくるんじゃないかなっていう気はしているよね。本当にこうパッと見た感じ全然問題ないんだけども、まあ今のところこれ断面切ってちょっと切ってみましょうかね。で断面切って、こんな形で、こんな形で断面切ってて、で、ここがまあ新葉で2枚目3枚目でしょう。で大体その2枚目がかかってくるとこの中がもう茶色くなってるのさね、茶色くなってて腐っているっていうような状況になってるから、いやおそらく空気感染なんではないかなというふうにはね思っていますけどね。まあ皆様方のよろしければその、まあ、対策であったりとかそういうのがあるんであればちょっとね全国皆様方見てると思いますんで、ネギ農家さんは、ネギ農家さんのためになるんじゃないかなというふうに思いますんで、一つね、コメントいただけたら、嬉しいかなというふうに思います。
私がやっぱり思うのは、葉っぱ切んなきゃダメなんであれば、やる時だけにやる列分だけ切っておくっていう形で防ぐんであれば、2枚目だけどの段階でかかってるかが微妙なんだけども、2枚目が出てる新芽大丈夫で、3枚目が大丈夫で2枚目が出るってことはやっぱり、10日から20日以内、ぐらいの、なんつうかな、新芽が出てから10日から20日以内の間で羅漢してるっていう状態だから、その時にバリ出しにかけてあげるっていうのがいいかもしれない。それをこう収穫する、ところだけにかけてあげるっていうのがいいかもしれないね。8月の最初にかけてあげて、で取る時にこうかけてあげるっていうのがいいのかもしれないかな。はい、まあちょっとこれも本当にね、補助によっていろいろこうあるかと思いますんで、一概に全部そうだというふうには言えないんだけども、一応私は、そうやって対策していこうかなというふうに思っております。まあもう8月もね、末になってきて気温下がってくればもうそんなに出ることはないんじゃないかなというふうに思いますし、今出てるところも葉っぱがまた次新しいのが出てくると大丈夫です。大丈夫なので、まあそのあたりでちょっと待ってもらうっていうのも一つの手かなという気はします。腐ってる葉っぱが落ちてしまえば、2枚目3枚目とまた新葉が出てくれば大丈夫ですから、はい、そういったことで、基本的には大丈夫なのかなという気はしている、で根っこの方を見てもそんなに問題ないから、これで根っこの方まで来てるんであれば土から来てるのかなって気もする、軽盤からね。そうすると胃腸病とかも関係してくるのかなって気がするけども、ちょっと違うのかなって気もするんで、なんとも言えないところです。結論出ずに申し訳ございません。はい、一応今のところはバリ出しで止めるのと、葉っぱ切る際はちょっと気をつけてやるところでだけ切っていただくっていうのがいいのかなって気はしております。よければ皆様方のコメントいただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。腐敗病厄介ですね。まあ本当にね、収量直結してる。俺も収穫するでしょ、そん時にもう腐ってるから分かるのよ。2枚目がもうこうなってるから、分かるから、もうそれは補助の方で捨ててきたりとかもするんだけどね。ただ2枚目の葉っぱ取ってしまえば加工用とか特用でいけるから、全体的に腐ってるのは別よ。軟腐病みたいな形で腐ってるのは別だけども、葉っぱさえ取ってしまえばそこだけね、問題ないもんでね、加工用とかに回すんであればそれも OK かなっていう気はしております。まあいろいろこうちょっとね、対策取っていかないと本当に収量ちょっと直結するんで、いろいろ考えてはいるんだけどもね、まあ今のところちょっと見通しが立たないかなっていう気はしております。よければ皆様方のコメントいただきたいなというふうに思います。はい、私インスタグラムとツイッター X やっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひお願いいたします。またこの動画は良かった、楽しかった、また見たいよっていうふうにね思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方のご視聴ありがとうございます。バイバイ、シャッケね、ご視聴ありがとうございました。